ったく仕方ないな。自分の爆笑バイク貸してやるよ。変身。バイクがバイクに乗せられちゃった。自分は九条キリア、爆笑ハンターさ。そりゃないぜ、ムー。こんにちは、アズベンジャーです。今日はサメバイクっぽいものを作ります。テレビくんの4月号の37ページに写真があるので、コンビニで拡大コピーします。 160% で拡大コピーしました。だいたい同じぐらいですね。聞い取りました。今回は色的にドラゴンと消防車を組み合わせればいけそうです。できました。これはこれでかっこいいと思うんですけど、まず腕ですね。これちょっとでかすぎるので、肩と分離してちょっとこう縮みますね。まずですね、肩と消防車のはしごがはみ出てしまうので取りました。そこに肩ですね、バイクの肩をつけて、腕ですね、この拳の上に来るように貼っつけます。こんな感じです。次はサメの腕ですけど、これもねちょっとはみ出ばっかりですね。ちょっと取んないとですね。まずはみ出るパーツを取っ払って、腕ですね、左右が均等になるようにこのぐらいでしょうかね、つけて、その上にサメの顔ですね、つけました。怒り方でめっちゃ痛そうです。そしたら最後はボディですけど、これは大丈夫でしょうかね。お、お、大丈夫そうです。あ、頭もそんなにはみ出ないですね。これちょうどはしごがバイクのハンドルのところに、まあ、これ若干はみ出てますけど、まあわかんないレベルですね。おお。というわけでサメバイクフォームの完成です。いやー、これめっちゃかっこいいですよね。正直ですね、まあ今までの全部の通常のベストマッチの中では一番かっこいいんじゃないかなと思います。まあただ強さだったら、まあトラ UFO でしょうかね。まあ UFO に吸い込まれたらもう終わりですよね。ちなみにトラ UFO はですね、 UFO の部分が強すぎるので、別にまあベストマッチはトラじゃなくても何と組み合わせて もう UFO が入ってる時点で一番強いと思います。まあ、特に、まあ、ブロス系ですね。ブロス系とか飲み込まれちゃったらもうバラバラですよね、これ。とにかくサメバイクは腕にタイヤがついてるのが、なんか、ちょっとレーザーっぽいですよね、これ。まあ、ついてるのはビルドのバイクの、ここの部分ですね、このギアのとこの、ここが肩で、まあ、ここも含めてですね。で、おそらく前輪ですよね、これ。これで胸にはエンジンがついてて、顔のとこにハンドルですね。そしてあと半分のサメは、まあ、こう頭で、そのままこれがボディで、これが背びれ見えるんですけど、でもここにも背びれがついてるみたいな感じでしょうかね。まあこれが背びれだとするならこれ、まあ、尾ひれの方になっちゃうんでしょうかね。で顔にはもうサメ丸ごとついてますね。ちなみにこのバイクの腕のとこ、これがですね、下の消防車のちょっとこれ似てるんですよね。なんか共通点があっていいですよね。そしたらあとはフルボトルですけど、これはフルフルボトル図鑑の14ページですね。これが実物大なので切り取れば大丈夫ですよね。切り取りました。想像の時と同じでドラゴンと消防車に貼り付けます。ノリでラベルをくっつけたら、このテープくっつけたの貼り付ければ OK ですよね。これほんとぴったりなんですよね。これ最高ですよ。これこれも完璧にぴったりです。くぅ。まずサメですけど、これサメの正面ですね。もうドアップで、ラベルはサメの S、 まあシャークの S にもできますね。ファインディングニモのパッケージの
これに似てるなと思いました。そしてバイクの本もこれも完全に正面ですね。これはあのレーザーの時のあのガシャットのあの正面のバイクにも似てますね。全部並べるとこんな感じです。どうも生徒はですね、なんか攻撃的で強力なベストマッチが多い気がします。それじゃあいつものように自分で音声確認します。サメバイクベストマッチ Are you ready? トゥイントゥン独走ハンターサメバイクピンイエーイ。ちなみにこれ DVD とセットなので2900円なんですよね。変身の時のセリフも載ってます。で、7つのベストマッチっていうのは DVD のラベルを見るとローズコプター、トラ UFO、クジラジェット、キリンサイクロンに今回のサメバイクと、あと一番最初に出てきたフェニックスロボですね。そこになぜかスマホウルフのハザードフォームですね。ほら、普通じゃなくてハザードフォームがついてるっていうのがミソですね。これを全部足すと7つなんですね。とにかくトート以外の7つのベストマッチってことですね。まあでもとにかく YouTube のあの7つのベストマッチの前編と後編は、まあ、これを買ってもらうためだったんですよね。ほんと商売うまいですよね。ドッグマイクがあのガシャポンも食玩も出なかったことを考えると、多分サメバイクも、まあ、これ限定でガシャポンも食玩も出ないんじゃないかなと思います。逆に出しちゃったらこの DVD セット売れなくなっちゃいますもんね。うまいこと考えられてますね。ちょっとドッグマイクはスルーしてしまったんですけど、まあ、サメバイクはかっこいいので買おうかなと思います。いやー完全に乗せられちゃった感じですね。というわけでサメバイクのハリボテを作ってみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているのでチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。